はい、こんばんは、こちらゼロです。今回ですね、また昨日も言ったんですけど、まだまだ待って、いこまの、はい、今日来ました。まず行きたいトイレからなんですが、すごい、あの感がもうね、ほうとう切れそうなのがいっぱいあるんで、ちょっとありますか、すごいな。ちょっとね、今日昼から仕事なんで、お風呂、お風呂ですね。結構広いですよ、このお風呂。もうね、荒れて全てが、荒れまくってます。朽ちてるけど、すごいな、ここの部屋もすごいな、荒れてるわ。もう昼間の撮影でゼロなかなかないんですが、朝ですね。やばい。なんか荒れてほぼ、すごいなこれ。床が落ちそう。物置ですね。すごい、すごい入ってますね。これはもうこんなもんですね。残留物っていうのはほとんどない。隣にね、大きい施設があるんで。会話ホームアリもテレビ、テレビですね。で、さっきも来たシンクがあって、もうほとんど荒れて、落ちてんな、これ換気扇。換気扇落ちてる。今度はさ、つなげられないね。ここにあれバーみたいなのがあったんですね。昨日気づかず過ごした。もう一回どうしても来たくなって来ました。はい。それではね、これ何件もあるんで、もしかしたら動画自体はつなげると思うんですが、かそのままですか。それではね、中にね、こんな感じですね。それではね、またそっちの方で、はい、ちょっと出ますね。またね、荒れてますね。じゃあこういう外観的にはね、すごく綺麗な、あ、屋上あったんか。
忘れないかんかった。まあ屋上はね何回か見たんですが大したことないんで、はい、それではまた次の配信ですね。ではこれはねもう近いんでそのまま浴びて、丸い感じの廃墟ですね。もう中ねどうしても入れないっぽいんで、入れましたね。ここまでが限界ですかね。これ以上入るところはなさそうなんで、でもはい、そうですね、はい、そこへ丸い廃墟でこれ以上入るところがありません。こういう廃墟です。はい、なんせ近くの廃墟はやたらある。こんなん初めて。丸めの廃墟となっております。それはね、また近場にあるんですけど、近場にあるんでそちらの方行こうと思います。それではゼロでした。またね。